ここのでもついに決勝戦、はい、年末にありますけども、そうですよね、すごいメンバーが残りましたけども、残ったですね。だから、まあ、何人もまだ決まってないですけど、あれですよ ね、 そうですね、4人、はい、僕と滝沢選手、はい、大井久保選手、朝倉海選手の4人ですよね。だから自然的にやってないのって言ったら、自分はやってない選手はみんなやってないですよ。みんなやってないですけど、はい、海君がやってるじゃないですか、大久保さんと。はい、やってます。だからそこは組まれないんじゃないのかなっていうのは思うんですよね。まあそれは言いますね。前回も抽選じゃなくてライジン側が決めたって感じなんで、だから自然的に直樹君が大久保選手でやるのかなっていうふうに思いますよ、はい、なるほど。でそこで勝って、はい、竹谷選手か、はい、海君と。でもこれ以前あの那須川天心チャンネルの方で那須川天心が見たいカードというところで天心君が井上選手と朝倉海さんの対戦カードっていうのを挙げてたんですよ。でそれがもしかすると実現するかもしれないっていうことですよね。いやでもね、負けるんじゃないですか。純潔で負けるんじゃないですか。もしかしたら、でももしかしたらどんなオチにするんですか。いや、でも絶対勝つと思うんで、その、はい、で決勝で、はい、準決が絶対勝つ、絶対決勝でやるっすよね、はい、そうですよね、そこが天心君の注目する可能もあるんですけど、でもその、はい、トレーニング場所一緒なんで、はい、たまに話したりするんですけど、はい、なんかこう、あ、こうしたら負けないよねっていう話が結構してるんで、へえ、そういうのがハマれば、はい、あ、なるほどな、そういう展開になるなっていうのはありますよね。なるほど。でもかなり強敵が揃った今回トーナメントじゃないですか。そうですね。だからそれに優勝したらどうなんですか。優勝したら海外。海外。おお、ね。海外の挑戦。だからまあベルトールとか UFC ありますからね。はい、そうですね。そうですよね。うわ、いいな。